そうまる人氏は、大韓民国の不山広域市出身の元プロ、野球選手、野球指導者、韓国プロ野球のロッテジャイアンツに所属していた。高校卒業後に渡米し、ボストンレッドソックス参加のマイナーリーグなどに所属していたが、メジャー昇格はできなかった。2007年開幕前、海外進出選手特別ドラフトで、出身地不山を本拠地とするロッテジャイアンツが、 優先交渉権を得て入団。2007年は平凡な成績に終わった。2008年はマゴビンカンと共に先発ローテーションの一角として好成績を残し、北京オリンピック野球韓国代表に抜擢。予選リーグの対キューバ戦に先発して勝利投手になった。2009年も先発ローテーションの一角として活躍し13勝を記録した。2010年には、 チーム最多、自己最多の14勝を記録した。2011年は13勝を記録し、4年連続2桁勝利を記録。2012年は、防御率こそ良かったが、勝ち星に恵まれず7勝止まりだった。2013年2月1日、肘の痛みを訴えて危険したた、リーサオさんに代わって、第3回 WBC 韓国代表に選ばれた。同三月四日、 1> 第1ラウンドの対オーストラリア戦で先発し、勝利投手となった。2013年は2年ぶりに12勝と2桁勝利を記録。2015年シーズンオフ、FA を行使し、ロッテと4年契約を結んだ。2020年10月、2軍のプレイングコーチ兼、ロッテの団長特別補佐に就任した。ありがとうございます。